どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、また玩具くじの紹介をしたいと思います。今回はですね、ちょっとね、でかいです。今回紹介するのはこちらです。はい、また横にします。こんなやつ、こんな状況。オール水ピス当てです。オール水ピス当て、すごいでしょ。もうあの落ちてます。もうついてないです。もうね、剥がれちゃってますね、重たすぎて。はい、じゃあちょっとね、これを開けてみたいと思います。はい、ですね、こんな感じです。ちょっともう画面が大変なことになってますけど、はい、これですね、子供クラブ40オール水ピス当てでございます。はい、玩具くじで、ここにもちょっと書いてますけど、40個すべて水ピストル商品がついている当てくじですって書いてます。全部の商品が水ピストルなんで、他の玩具くじのね、コマとかシールとかそういうのがね、一切入ってない商品になりますね。はい、じゃあちょっと開けていきたいと思います。くじがね、40までしかないです。もうこれ1等だと思うんですけど、1等がもう外れてますもんね、でかすぎて。これもちょっと外れてますね。これも2等も外れちゃってます。重たすぎて、ここについてたのかな。1等でかすごいですね、これ。一応ですね、僕のところで出す値段が100円ですね。100円のくじで出そうと思ってます。はい、これが100円で当たったらすごいですよね、これ。でか、何センチ ?50 センチぐらいありますね。52センチの水ピストルが100円のくじで当たるってすごくないですかね。子供クラブ、フォアキッズクラブ、お目当てグッズが当たるといいな、子供クラブですね。メーカーが、ちょっと今ハズレが見えましたけど、ハズレ水ピストルやけど、ちょっとやばいな。ちょっとすごい水ピストルが入ってましたけど、メーカーはちょっとわからないですね。子供クラブっていうメーカーでいいんですかね、ちょっとわかんないですけど。じゃあまず1等からですね、こちらですね、52センチぐらいあるピストルですね。すごいなこれ。すげー、ここ持てますもんね。ここ持てる状態で、ここなんかこんなね、動くようになってるし。うわ、どんだけ水出るんやこれ。キングオブガンウォーター、なんかこう海外製な感じしますけどね。はい、これが1等ですね。で、2等がちょっとちっちゃくなりますね、急に。ガングレート、これもなんか同じメーカーが作ってそうな水ピストルですね。はい、で、3等がもうちょっと、3等ちょっと外れそうなんで外しますけど、3等がこれですね、シューティングスーパーウォーターガンやってますね。これもなんか海外製な感じしますね。はい、まあ、2等と比べて
一緒ですかね、なんかほぼほぼ。なんか2頭より3頭のが水がいっぱい入りそうな感じですけど、これが3頭ですね。ではですね、ここからちょっと4頭、あれ、びっくりした、4頭が何かと思った。4頭はこれです、ウォーターガンゼウス。最強のフォルムと脅威の飛距離、ゼウス。ゼウスが常盤商事大阪ですね、やっぱ。練習理事項が、水ピストルは人の顔や動物に向けて絶対に発射しないでください。遊ばないときは必ず水を抜いてください。引き金部分の隙間には指を入れないでください。風呂場などでは転倒や浴槽内への転落の恐れがあります。まあ、水ピストルはなんか年中売れるみたいですね。はい、ね、夏だけかと思いきやね、なんかお風呂場で子供たちは水鉄砲で遊ぶみたいですね。だけ年中売れる状態みたいですね。これぐらいですかね。ちゃんと製造物賠償責任保険入ってますね。はい、なぜか4等のやつにはそういうちゃんとした、ね、注意事項が書いてます。で、5等がこっちですね。5等がウォーターガンコンコルド、ゼウスじゃなくてコンコルドですね。はい、これも同じですね。常盤商事さんが作ってます。6等がこちらですね。ターゲットロックオンハンターウォーターガンですね。あ、懐かしいですね、このサイズと形。あ、これ懐かしいな。ね、ちょっとちっちゃめのやつですね。これは株式会社大石さんが作ってますね。それが6頭。んで、7頭ですね。7頭は一緒ですね、6頭。んで、8頭。8頭がハーフカラーウォーターガン。多分ここから色が違うんで、ハーフ。っていうことですかね。はい、レッツトライ。これは、あ、これは大石さんですね。ちょっと動画では見にくいですけど、本体の真ん中をひねって回して2つに分解します。透明の部分に水を入れて元の状態に戻してくださいですね。水の入れ方がちょっと特殊ですかね、これは。そういうのが 9等でも一緒ですね。で、10等はこれです。ウォーターガンマンピストルですね。なんかめっちゃシースルーですね。かっこいいスケルトンボディ。なんか珍しいですね、これ。ちょっと見にくいですけど、側面にあるキャップを外して水を入れてくださいってなってますね。側面、あ、ここですね。ここです。こっから水を入れるみたいです。で、11等も同じやつですね。12等はこれです。なんだ？クールシューター X です。なんか結構ちっちゃいですね。結構ちっちゃい。これが、これあれですね、常盤商事さんですね。13等はタンクブレイガー Z ですね。今さっきのにちょっとこうタンクがついた感じですね。これも常盤さんですね。常盤商事さんです。で、14等はクールシューター X ですね。15等がタンクブレイカー Z ですね。
ピンクです。これちょっとおしゃれですね。なんかで16等はクールシューター X ですね。わ、ここら辺同じやな。タンクブレイカー17等でクールシューター X、 色違いですかね。でタンクブレイカー20等がクールシューター、タンクブレイカーですね。ここら辺全部一緒かな。クールシューター X、 タンクブレイカー、クールシューター、タンクブレイカー、クールシューター一緒ですね。はい。ですね、ここからですね、問題は26等以下、27はまだいいですね。ハンター、ウォーターガン、28がこれです。ちびっこ水ピス、楽しく水遊び、これちっちゃいですね。時間さんですね。これちっちゃいな。9センチぐらいですね。9センチぐらいの水ピスでございます。29はいいですね。あの上位のやつと一緒のやつですね。ウォーターガン、ガンマンピストル、スケルトンボディのやつですね。で30もそうですね。ちょっとキラキラが入っていいですね。んで、はい、出ました。31、ちょっと31は何も書いてないですね。なんだ、どこの会社が作ったかもわからないような、ちっちゃ。4センチぐらいですかね。4センチの水鉄砲逆にすごいですね。そんなできるんや、水鉄砲。ちょっとこれどんな感じか知りたいですね。こっから多分水を入れるんでしょうね。こっから水入れて32、33、34、35、36、34、34ですね。こんな感じになっております。よいしょ。はい、いかがでしたでしょうか。オール水ピス当てでございます。水ピスって言うんですね水鉄砲のこと水ピスって言うみたいです。それを知らなかったですけどね。えなかなか。でも一応あの値段は100円ですね。100円のくじです。100円のくじでまあこれが当たる、嬉しいですよね。これ当たったら100円で。はい、で一番外れのやつ、一番ちっちゃいやつも意外とこれ気になりますね。どんな感じかね。え外れてもまあピストルがねもらえるんで、だっけいいですよね。ちょっと他の玩具くじのね外れより全然いいんじゃないでしょうかね。まあ100円するんですけどね。まあ、外れが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個がちょっとね一番ちっちゃいピストルなんで、それ以外はね結構いいピストルがいっぱいついてる感じですよね。はい、だけ40個中10個がちょっと微妙なやつ、まあ外れですね。うん、外れみたいなやつなんですけど、まあ30個は別にそんなに悪くないやつなんで、まあ、確率で言ったら 75% はいいのが出るくじになってますね。いいと思います。素晴らしいです。はい、ねえちょっと100円ですけどいいですね。はい、僕は全然これお得なピストルが欲しかったらお得なくじなんじゃないでしょうか。はい。
感じですかね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。